もしっかりします。人気のウォークアラウンド店になっております。はい、バウデッキ下にはロープとアンカーが格納されておりました。こちらには法定備品に格納されております。こちら就業灯は取り外し出されます。ソーラーパネルもあります。非常に綺麗なオーニングです。はい、操舵席周りになります。アクセルレバーとメーター関係ですね。GPS 魚体 H81GP2 というモデルになります。はい、キャビンの中になります。マリントイレがついております。140馬力の4ストロークのエンジンが搭載されています。フルオーバーホール済みの非常に綺麗なエンジンです。はい、船体中央には生け簀が完備されております。タッパーの状態も非常に綺麗です。左舷側から収納庫になってますね。で、中央が、燃料タンク、右舷側がバッテリー庫として活用なされてます。バストデッキ左右に3本ずつロッドホルダー完備されてます。